ちょっと笑顔で声を出してみるよ。あとはリラックスしてね。優しい声で、3つの音やるね。鍛えていったらこの辺りまで出る声だと思うので、うんね、綺麗な声ですよね。いつもお家で何歌ってるの？いろいろな歌、日本語とか英語とか。ああそう、英語も歌えるように。そうか、英語も喋れるのか。いいねいいね、いろんな曲歌っていけたらいいですね。で、どん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 歌える音階も音域も伸びていくと思いますよ。今聞いててとってもいい声でした。で、笑顔も意識してくれてたかな。緊張したけど。緊張しちゃったけど、だいたい笑顔でね、だいたい笑顔で OK だったよ。で、今日覚えて帰ってほしいの、歌が、なんていうかな、声がよく出るために3つ大事なことがあって、今言った1つ笑顔ね、ここに響くところがいっぱいあるから笑顔だと響きやすいです。あと2つをこれから伝えるので覚えて帰ってね、はい、もう1つ、この2つ目は今ね、あーっていう感じでやってくれたんだけど、お口の形大事です。とっても口をね少し